千葉ちゃんの競馬人生。11位コースタート、あーどっちも出遅れた、仲良く出遅れた。11-8、並んでいきますが、2番のインオルビッチ譲りません。1馬身半出ました。3番ハーモニーマゼラン、2番手からレースとフィルランドウィッチ、ストームリッパー、アルトリウス、押して8番のウィンレフィナー、よしまだまだもっと馬、よしハーモニーマゼランさえかわせば、ストームリッパー入りました。伸びろー、3番ハーモニーマゼランが先頭に、ストームリッパー抜けてきます。内からは7番のクリスタガラリー、ストームリッパー、うわー8きたー、外からは1番テンワールドレイナー、さらには8番のウィンレフィナーが追い込んで前を追っていますが、3番ハーモニーマゼランが先頭だ。ハーモニーマゼランを追い込んで迫って、8番ウィンレフィナーが2着、1番テンワールドレイナー3着、その後4着争いが7番のクリンスタン、2番のウィンオルビッチとここは並んでいました。丸山頼む、ラジヒル、ラジヒル頼む、オッケーオッケー、スタートしました。いいね。ローザノワール1番ゲスト、コースタートを切って2番ローザノワールまず引き出していきました。4いいね、11もいった。2番手で11番のキャンディシート押して上がっていきました。キャンディシート2番手です。1番に反射、7番のエンダウメントが3番手、外から押して16番のラージヒル4番手、ラジヒル頑張れ、1番のエスト直線コースに入りました。丸山元気、ラジヒル後方です。6番のラジヒルさせ、最後方です。ラジヒルさせ、2番ローザノワール突き放して2着の表紙を、ラジヒルダメだな、これはキャンディシートに、当てに行こう、コントレイルスタートしました。コントレイル好スタートを切りました。名勝菩薩ちょっと後ろ、ビターエンダー前行ってほしいな。わずかに出るか、しかし人の出方を探りました。その後4番手が3番ビターエンダー、エンジュミヨン、上がってきた15番ファルコニア、2番コントレイルは1000馬群の中、4コーナーカーブから直線残りの坂を登っていきます。前頭パンサラッサ、外からディープボンド、ビタエンダー来い、前が空いた、2番のコントレイルが伸びてくる、コントレイルが坂の上りで早くも先頭に変わった、ベルトライゼンデ、2番手ディープボンド、内からロバートソン、ベルトライゼンデ、外からは頼む頼む、攻めて攻めた、あ、じゃあ攻めてまた、ベルトライゼンデ、ベルトライゼンデ、2着攻めて、攻めてまた、攻めてまた、コントレイル6点の勝利、最後まで余裕を残したまま、2番コントレイル、ロバートソンキーか、無敗の三冠制覇へ視界良好です。
ミキスワロステイフーリッシュ、ミキスワロステイフーリッシュ。ガレンブーケ道路はやめてくれ。三着でお願いします。ミキスワロステイフーリッシュ、こちらが2番手に上がります。その後3番手ミキスワロ、3番手インコース、4番手1番クレストラブ、ミキスワロやばい。カレンブーケドール、カレンブーケドールやめてくれ。ミッキースワロー、ミッキースワロー、ミッキースワロー、ステイフーリッシュ、ミッキースワロー。うわーマジか、マジかよ。並んでいます。その後3着は7番のステイフーリッシュか、1番のクレッシェンドラブか、3番ミッキースワロー伸びをかいて、その後に遅れて、やるかう、勝ってくれ、マジで勝ってくれ。いいんじゃない、よーし、よーし、いけるべ。ヤウガン福永抜け出してこい、抜け出すだけ、外出したらオッケー、いけるべ。やばい、やばい、いってくれ、刺してくれ、そっから諦めんな。あー、うわー、負けてしまいました。コントレイル以外の本命が一頭も来ないっていうね、予想力のなさが出てしまいました。くー、悔しい。いきます。はい、水曜水はうまいです。今日の反省はもう本当にあれですね、予想が当たんなかったのもそうなんですけど、馬単一点買いをしてしまったことっすね。馬単一点買いはもうしないでおこうと思ってたんですけど、気づいたら買ってしまってましたね。いや、馬単一点買いはマジでやめよう、本当にやめよう。と馬単も3連単もちょっと頻度を減らそうかな。もうちょっとあまり資金を増やすことができず、スプリンターズステークスへ向かうと。マジで今のところ日曜日の段階でなんですけど、ダイヤトニックが気になるなって思ってます。来週ほんと全てをかけてスプリンターズステークス戦うんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。